今回、財務大臣、今回の予算は与党の中でこの予算でいいという了解を取って国会に法案提出されてますよね。財務大臣。麻生財務大臣。予告質問に入ってませんでしたね。はい、それで入ってないね。いや入ってないねって聞いて確認させていただいてます、はい、座ったまま答えないで立って答えてもらいたいんですが、基本的には私どもといたしましては行政府と与党との間で十分に論議させた上で提出させていただいております。